死亡帳とは、古代の律令制度のもとで、6年に1回作られる戸籍に関連して、増籍と増籍の間に、毎年作成される死亡者に関する帳簿のこと。いわば、古代のぶっこ者リストである。死亡帳は、すでに共振されている戸籍に載せられていた人についてだけ、その死亡者名を提出するもので、増籍後に生まれた乳幼児については記載しない。 演技式寛大帳上に、死亡帳の長見え、政治要略巻57の雑光文字に、豪古帳、不老人帳など20ほどの帳母類が掲げられている。中に、死亡帳も掲げられている。次の二例が現存する。河内国内税府死亡帳、備中国内税府死亡帳もに、焦燥院文書である。この二点の帳母は、共に、香水孤島を追ったまま死去した人々の、 列記名簿であり、1は、天平9年、2は、天平11年をそれぞれ記載している。ここに記載されている詩には、伊賀神、海、犬海、牛詩壁、倉持蓮、酒人、草壁などがある。川地国の地域性などもわかる貴重な資料である。備中国のがよる、宇都、久保ヤの死亡者72名を記した帳簿である。宇治に伏した、 西漢人などの記載により、ガヨルのトライ系の人の割合は、全体の2割、ウトは3割を占めたことがわかる。死亡調の出土例としては、次の2例がある。長岡京跡第341次調査の、うるし紙文書は、数編の断片で、延略9年6月に死亡した数人について、死亡年月日が判明できる程度であり、人名や年齢などは失われていて知ることができない。 釈文は、向島埋蔵文化財センター、向こう市教育委員会により1997年8月13日に記者発表されている。平成10年度に行われた秋田定石第72次調査で、見つかった漆紙文書は、国立歴史民族博物館の日向川南教授の赤外線カメラを用いた解読によって死亡調である、ことが判明した。死亡者名。 年齢、区分、死亡月日の一連の情報が分かるものとしては、秋田城跡の例が最初である。16号文書の年代この死亡帳は同時に、出土した20号文書に、過剰2年、21号文書に、過少3年の年があることから、九世紀前半のものと判断される。過少2、3年からさほど隔たっていないとみられる。16号文書記載の人命古種 高志孝に対し、男子と見られる高志公、高志孝ネギ漁、高志孝明、マロの2名、妻か母、または、父の妻と見られる女性、コウヒロノウリ、コナガヤブトオットロウウリ、クワハラトジウリ、ハタワタルナの4名の記載がある。それぞれの下段に、去年9月7日、今年6月10日などの死亡月日が付されている。高志孝は、コシイコールコウシイコール、コシという地域名公であり、 8世紀後半の最大事文書や木簡出土例などから、高志港は古代の越後国区引き軍、古志軍など、越後南部に分布した宇治名と考えられる。小長屋部の分布は、現存資料によれば、越中二霊、品野二霊、海二霊、東藤海、上野、下宇佐など東国に集中する。古種、N、マシンダガマロの戸口、N、マシンクロマロ、年28。 小帝、去年12月10日出国種、N マシンをつまろの戸口、N マシン少子、かまろ、年21、中男、去年12月10日し、境辺の作都寺女、年58、定女、去年12月18日し、N マシンは、加賀国 N マ軍を本拠とする宇治名である。聖は新。なお、加賀国は、公認14年に、越前国のうち N マ。 加賀の二軍を咲いて検知された国である。古種赤灘馬館の戸口、服部波並川さ、年45、残失、去年9月19日その他、林連が見え、数名の死亡を記載した断片がある。16号文書の正確この死亡帳は、焦燥院文書の死亡帳に例とは、書式が異なり、人名年齢、年齢区分死亡年月日という二段書きの、歴記名帳及び、 人名の下の二行割書のスタイルを採用している。これは古代遺跡の木関東の遺物室奴隷から押して、教振文書ではなく、地方な役所に留め置く、公文書に特徴的な実用的な記載様式と見られる。記載対象は去年7月から今年6月までの1年間について、秋田城の支配領域の民で当時の出羽国府に聖書したものを提出したと、 考えられる。当時の秋田郡周辺の人々は、越後、ガガなど祖先を北陸地方に持つ人が特に多く、東国に起源を持つ氏も少なくなかったとみられる。古志向志向の都では1年間に6名もの人が亡くなっているが、9世紀前半は日本古代史上でも稀に見る天変地異の続いた時代である。東北地方でも 天朝7年の秋田地方の大地震上は4年の、道の区国の火山噴火上は8年のではの基金上は10年の、道の区の基金上は13年ではの基金下昇3年のではの地震など、災害や基金が相次いでいる。死亡年月日と老若男女を退避させると、去年の秋から冬にかけて、女性と老人の死亡が多く、今年は成人の男性が6月に死亡している。 これによれば、協作が続いて、収穫期も、食料を不足となり、体力のない老人や女性から亡くなって、税負担者であった男性は、わずかな食料を食いつないで、年を越したが、今年6月にはついに死亡した、と推測することも可能である。ありがとうございます。